初期知らしやみしてるさいということで、今回も動画撮っていくんですけども、今回は視聴者にねもらったデッキシリーズということで、ちょうどねグロタイが来てるんで、こちらのねナイトテスラのドリル使ってやっていこうと思います。まあテスラ進化がね本赤サバ赤ともに持ってなくて、で本赤のグロタイは15勝4敗になっちゃったんでね、ちょっとねさすがにそっからやるよりかはこっからやった方がいいということで、こっからまあ負けるまでか、ある程度キリがねいいとこまではやってみようかなって思います。まあこのデッキはぶっちゃけめちゃくちゃ強いよね。めちゃくちゃ強いから本当に何にでも勝てる可能性はあるけど、なんかちょっとミスったらね何にでも負けちゃう可能性はありそうなんでね、マジちょっと難しそうではある。強いけどこれ美味しい。え、リトプリの竹やばくない？危ない。いやでもこのドリル微妙か。めっちゃいいじゃん、受けされた。最悪だ。ちょっとはみ出る。いや、でかい。いや、このドリルが、と思ったけど、いや、そう、このドリルがね、めっちゃ削るんよね。いや、これさ、あれじゃない？ジャイバルーンだったら、だいぶだるい。あ、オッケー。レイジってことは、バルーンはないんでね。おいしいおいしい。まあ、アイスピリぐらい出していってもいいか。入んないけど、オッケーオッケー。そう、テスラね、あの、両サイまで、逆サイまでね、釣れる位置あるんですけど、そこ置いちゃうとね、バルーンが来た時に、積むんでね。で、このデッキってどうなんだろう？結構流行りなんかな？まあ、進化スケでもいいしね。ただちょっと、この、奴らが、ウィザードとか結構な、なんかきつそうに見えるんだけど、意外といけるんかな？ポイズン打った方がいいのかわかんねえなーこれ。いや、これはさすがに棒ポイ貼るけど、縦剥がしてほしい。いや、湿布これ。だってこれやばくね？これマジでやべえな。これアイスピリで止めて、いや、これ絶対にスケルトンで、平井陣と思ったけどできねえ。いや、これやっぱ、痛いなーこれ。何がダメだったんだ？めちゃくちゃ痛いこれ。いや、まあまあまあ。ドリル行く。やばいな、負けそうすぎるな。ポイズンガンガンいっていいのかな。まあこれはいってよさそうだね。トリトン下がるし。まあまあトリトンに当てるってよりかは、こっちに当ててあげて。アイスピキンのが良くない説あるか。え、なんてこれ釣れないの？やば。嘘やん。まあまあこれは。いや、待って、痛すぎる。え、進化テスラこの使い方やばいな。最悪だ。マジで終わってる。いけると思ったんだけど、普通に。無理なんや。いや、これやばくね？これ終わったか？マジでなんか、負けムーブすぎるんだけど、早くない？一回、初戦で負けんの本当に勘弁なんだけど、俺。いや、進化テスラそんな使い方ないもんな。マジで。これ絶対ボイド来る。いや、いい位置すぎるな、それ。いや、これさ、ドリル。いやー、これ、ウィザードが、だるいな、めちゃくちゃ。リトプリが、悲しいことになってる。うわー、やられちゃうか。まあ、でも、ボイド切ってたんで、これはね、まあ、回ってるか。回ってるけど、全力飛来心。え、待って、やばくね、これ。あれ？え、負けたんだけど、ちょ、待って。あれあ、え、なんかきつない？なんで？下手くそ？下手くそすぎる？あれ？なんででしょうか。なんか何でも守れる気がするんだけど、全然守れねえな。デリバリーの方が強いんかな、ウッドより。まあでも枯渇来た時だるいか。なんか、まあ今のはちょっと、脳幹でお願いします。やっぱ、マジで下手すぎん？ガチか。初戦負けはちょっと考えてなかった。てか、ジャイ強えな。あ、でもあれか。そもそもテスラの位置ミスったのがもう終わってんな。ここだっけ？ちょっと高めに出さなきゃいけないんだっけな。なんか、マジでわかんねえんだよな。まあ、あと、ボイド警戒でやっぱ、盾をね、取っとかないといけないのがむずいね。うわ、これやばいぞ。どうするこれ。どうなるんだろ
まあ、これはさすがにポイズン防衛で。いや、これ美味しいね。バルキリー来るよね、これ。ドリル行くか。ドリル行って、リトプリが、竹取る前に、行けたら熱い。あー、行っちゃったか。まあ、オッケーオッケー。スケデラ咲くなら、ドリルが思ったより入らないね。いや、これ相手にしたときな、この時めっちゃ強いんだけどな。マジ、バルーン通る気しないんだけど。なんかやっぱ、全然違うな。俺下手すぎる説ある。マジで。いやーこれインドラだもんね。まあこれは、いやテスラガンガン置いてって回すのもちょっとありな気はするけど、まあリトプリでいいな。ここラバ受けでしょ多分。あーボイドか。オッケーオッケー。いやまあこれはいきますか。まあバルキリーだと思うけど、ここはね、適当に軽く回して攻めつつ、橋前ラバとかさすがにないと思うんで、まあ、テスラ置いていいでしょ。テスラ置いて、まあ、インスピリ寄せて、いやー、これ逆サイか？逆サイでもいっといて、あ、でもボンバーか。待って、これ、あ、でもこれは美味しい気がする。多分、スケドラ先行でしょ？あっつ。しかも雪玉切ってる。オッケーオッケー。汗マジで美味しいわ。いやーまあこれにあれ咲くのマジでなんかもったいないけど。キンキーさすがにね。いや、ジュワーが強すぎんだよな。テスラ強っ。マジで。このカード進化回したらマジで強すぎんだろ。なんでも守れますやん。延命。できてないなー。いや、これやっぱ延命むずいなー。さあ寄せて。いやー、棒っぽい使いたくないよね。オッケー。これは、だよね。いや、これ絶対あれくんな。これあれだ。延命でここに出しちゃうっていう。ついでに守れそうなね。感じで。で全然ボイド打ってこない。来た来た来た。オッケーオッケー。雪玉来る。いや、マジか。ちょっと入っちゃうかな、これは。まあでも逆サイいけてんのは熱い気がする。やっぱ同サイじゃねえな、これ。逆サイだ。で、これリトプリも生かしていくと、いいんじゃない？スケドラ？来るでしょ。OK！ いや、これは、これ分回しでしょ。さすがに。さすがに。え、なんか、ガチか！やってやばいこれ！え、さすがに攻めてやってね。あ、まあ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 、いいでしょう。ギリギリ。雪玉防衛。いや、待って、防衛雪玉すら打たないのは、マジで終わってるわ。やばくね？終わった？マジで耐えるんだこれ。ギリ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 。いや耐えてる耐えてる。強っ。このデッキダメだろ。強すぎだろ。今の攻め守れちゃうんかい。ガチで強えな。これもポイズン一気でしょ。いやまあでもラバはな、絶対に相性いいだろうから、こんな苦戦してんのが多分まずいやばいレベルだね。どう考えても相性いいもんな。やっぱ、次は何これこうなったらもうでも、さすがにだな。もうこんな雑な攻めしていいもんな。いや、強え、マジで。いいね。いや、こういうことよね。うわ、なんで俺初戦負けたん？ジャイにも絶対相性いいよな。ジャイなんて負けちゃダメな気がするんだけど。一発ついたの渋いな。あれそう、ファルチェバルーンね、見たいですってコメントもらってるんですけど、俺ファルチェバルーンさ、まあ、過去の動画でも多分話してはいるんだけど、本当に苦手なのね。あの、マジで、なんか、次元違うぐらいで下手なのよ。だから、ちょっと、いつもな、あげるかと思って取るけど、本当に勝てなくて、ボツるんだよね。だグロタイならいいかなと思って、やろうかなと思ったけど、なんか、ほんと、10勝いくまでとかでも、全然平気で負けちゃうからさ、これはさすがに動画出せなくねってなるんだよね。ちょっと、だからもしかしたら、
待って、なんかすげえことになってんけど。まあもしかしたらね、この15勝ぐらいまでいったら取ろうかなと思ってるけど、で、あげるかもしれないんですけど、もうほんとあげた時は下手くそなんでね、下手くそだと思って、それ前提でお願いします。いや、これでかい。もう一発いっちゃおう。いいね。まあこれスキル来たらだるいな。てか絶対来るよね。来ないなら美味しいんだけど。あ、でもこれは竹取ってんで、竹取ってるんで、ハイスピで。いや、これにでもリトプリ渋くない？いやー、ペッカとか来たらだるいんだけど、まあ、あ、え？ガチで？言うのもさく、おっきい、熱い。これマジで熱いね。これは無視できるし、でかいでかい。いや、テスラ置いて、ボイド延命で、まあ、一旦スケ出すやん。これドリルでしょ。絶対に。え、絶対これだわ。この防衛正解でしょ。オッケーオッケーオッケー。これ何でも守れそう。熱いね。まあ、この対面は、正直逆サイじゃない気がするんですけど、まあ、両サイ振ってきますか。ちょっとだるいと思うんでね。オッケー、これは美味しい。うわ、ウィザードの範囲強え。これスキル打てたら熱かったんだけどな、逆サイド。強かったな。ペッカだよね。いや、そうだよね。まあこれでも攻めつついかないと多分、良くないんでね。まあでもこれゴーストで、いや、これまずいか。ちょっと両サイド、なんか、見れちゃうな、相手。ちょっとまずめではある。ボイド来る。ボイド延命したい、絶対に。え？あ、もういっか。このジュワーがね、結局マジで、強すぎて、何でも守れるんでね。これペッカかな？さすがに。あ、端前か。端前ちょっと、うまいな。だってこれやばいな。さてはやばい。よいしょ？よいしょ？いや、危ねえ、危ねえ、危ねえ。マジで危ねえ。いや、これはギリギリで回収してあげて、スケで、オーケーオーケー、完璧。危な。ガチで死にかけたって今。で、このデッキあれだな。俺のあれが良くないのか。延長までいっちゃうな。毎回。いや、これゴースト切ってるし、一旦逆サイか。いや、これスキルな気がするな。スキルって、いや、さすがにこっちにポイズン怖いよね。まあ、これは、これ置いていいと思う。いや、さすがにここだな。なるほど。いや、でもこれは、これね、これっすわ。これが強いのよ。このジュワーが。やばくない？テスラ化け物でしょ、これ。なんだよ、このカード。ズルやん。このカードマジでズルだろ。オッケーオッケー、見れた。テスラってカードダメだろ、これ。進化テスラ、なんか化け物じゃない？今のあれ、いけちゃうのやばくない？普通に。高めテスラでもなんか、今、全部守れちゃうもんな。それがやばすぎんだよな。マジで強えわ。来た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 。やばい、マジで。出してるだけで強すぎる、このデッキ。全部守れる。なんで最初負けたかわかんない。テスラをもっとね、なんか渋らずに出せば、マジで何でもいけんな、これ。防衛が硬すぎるわ。進化テスラ、ズルだろ、あれ。相手の多分、今の攻めが全力だったと思うけど、進化のさ、テスラのせいで全部止まるっていうね。やっぱあの、ジュワーダメだな。あれ、強すぎるな、さすがに。早く火砲来てほしいけど、まあ、今シーズン中はね、火砲来ないと思うから、持ってる人はね、ぜひテスラを、使った方がいいと思います。本当に。バルーンでも、テスラ入りのバルーンとかね、全然強いと思うんでね。
解毒な気がする。これ置いていいでしょ、枯渇なんでね。まあウィザード入ってるけど、オッケーオッケー、相手もやることなさそうなんで、まあこれはドリル行ってナイトね、オッケー。ちょっとはみ出る？あー、はみ出ない。いやー、ロケットかポイズンかによるけど、まあナイト後ろでいいか。ロケ打たれたらだるいけど。おー、なるほど、タゲ取れんのこれって。うわー、なるほどね。まあまあいいでしょう、これは別に。ちょっともらったけど全然。いや、これこっちね、これでいいわ。ウィザードでしょ、オッケー。いや、これ絶対だるいと思うんだけど、エレキあれ、まだこれリトプリがめちゃくちゃ入るんでね。オッケーオッケー、いや、めちゃくちゃいい。いやー、これちょっとだるいな。ウッド、いや、切れないな。来る？オッケーオッケー、来た、熱い。来てくれんな、マジででけえ、これ。熱すぎる。これ来るかな？え、来るだろ、これ。3、2、1、ここ来い！いやー、来ないんだよね、これが。絶対来るだろう。なんで？来てもいいと思うけど。あー、なるほど。これは美味しい。いや、めっちゃ入ってる、でかっ。つんよ。これポイズンと一緒にね、いけるんでね。熱い、それ。やんなら？いや、強ドリル。めちゃくちゃ強えじゃん。これもうジュワーでいいもんな。え、やば、効いてない、効いてない。ちょ、待って。あ、でもなんかいい感じになってるわ。めちゃくちゃいい感じになってるわ。オッケーオッケーオッケー。え、ジュワー強。マジで。ズルだな、本当に。進化ですらズルすぎんな。防衛力どうなってんのこのカード。まあラストチャンスですね、相手は。アイスピがやられた。ああ、なんか吹き飛ばされたけど、まあこれは防衛して OK。 いや、強いね、いいね。いや、これ試合時間が長いから普通に数戦だけでも結構時間いってそうだな。15勝ぐらいで終わりにしたいね。いやー、15勝からファルーンと思ったけど、あと2勝か。そっか、1回負けてるから。なんかめっちゃ長く感じんな。ファルーンなー、マジで。取るか。環境的にどうなんだろう。さあ、また枯渇っぽいデッキね。うん。これで2発入んの渋すぎるけどね。なんか来てもいいように。あー、なるほどね。まあこれはスキル打って、まあ様子見か。ドリル行ってもいいんですけど、うん、ちゃんと枯渇ね。あー、進化スキルのやつか。オッケーオッケー。これドリル行き今多分ないんでね。ウッドか。いや、熱っ。え、プリン出してるよね。でかすぎる。やば、ポイズン打っていいな。バレル来るかな。来たら美味しいけど。来ない。まあ、進化スキルが怖いね。で、枯渇相手は、え、多分これがめっちゃ強いんだよね。これがめちゃくちゃ強いはず。まあ、横になんかスケとか、ギャングが、後ろか？はい。マジか、そんなことある？読み外れたけど、まあまあいい。これはでかい。落ちちゃったんかな？これマジで熱いね。いや、時間かかんな、これ。ガチ？復活したな。帰ってきた。やばすぎる。お、トゲ変わったわ。トゲ変えれんだ。これスケルトンでいけるかな？できるだけ、熱っ！オッケーオッケー。まあもうこっからは正直バレルにウッドだけど、進化スキルが怖いんで、まあポイズン防衛だな。ちゃんとポイズン防衛。テスラでいいな。オッケーオッケー。まあナイト出しといて、まあこれはもう勝ったでしょ。端プリ来たらウッドで、なんなら警戒しとこう。いや、まあ相手絶対これあれだからな。あ、ワンチャン普通に諦めてるけど、進化スキルは狙ってそうではある。
さすがに、さすがに諦めか。回転早っ、これ。やば。もう回ってきたんだけど。強すぎるって。ずるやん、ほんとに。いや、これさ、使い慣れてる人とかさ、ほんとに、クラロワが上手い人たちが使ったら、マジで最強じゃない？ライトとか使ったらもうやばいだろ、こんなん。全部守ってきそうやん。初手芸でやられるぐらいじゃない？多分。上手い人たちって。ってことで、ラストいきますか。まあでも若干なんとなくは分かってきた。テスラはめちゃくちゃ置いていい。お、ジャイじゃねこれ。リベンジマッチきた。これポイズンっていいのか。本当はなんか、リトプリ合わせとかの方がいい気もするんだけど。テスラ置いていいんだよな。ジャイバルだったらマジでちょっと変わるけど話。そう、テスラ置いて、置いといて、ボイド来たらリトプリ生きるし、みたいな盤面を、状態を作れればベストだから。怖い怖い怖い。なるほどね。オッケーオッケー。まあまあ、これは全然いい。これでもうテスラ回せるもんな。どこだっけ？ここだっけ？ここか。両サイの位置。多分。あれ？片サイだな、これじゃ。あれ？位置がマジでわかんねえな。位置がわからんけど。これ絶対だるいと思ったけど、ウィザード進化回ってました。スキル打つ、これ。一応。間に合え。熱すぎる。これ間に合ったのでかい。ウッドまで行けたら完璧だったけど、リトプリが強い。あー、体変わっちゃったか。いや、今ウッドまで行けてたら、ちょっと熱かった気がするな。ナインスピ出して、これないと回しの、うわー、回らんか。弱音いるもんな。まあ、後ろからか。ウッドで削って。まあ、スケで回してもいいけど。オッケーオッケー。まあ、これはないとでいいな。で、ポイズン、ジャイがもし来たら。これは棒ポイだな。さすがに。んならこれ、ユニットで守れんじゃね？来るでしょ、ボイド。よいしょ。よいしょ。熱いんじゃない？これは。いや、これでもうさ、ポイズンが回ってるんだよね。このデッキが、これが強いよな。回転が早すぎんのよ。いや、これでさ、カウンター来ないのやばいな。やばいやばい、強い強い。これでもう次のドリル回ってるっていうね。まあ、行かないんですけど。まあ、行ったらなんか終わりそうなんでね。ここは一旦引きこもり。進化テスラをずっと握ってると。いや、ってこれでいいもんな。いや、強え。俺なんでさっき最初負けた？なんかこの感じで負けた？最初。こんなに相性良さそうで。負けることあります？ジャイきついんじゃねとか言ってたけど。あの時は。最初当たった時は。見るからに全然、相性こっちの方が、何百倍も良さそう。通るわけねえもんな、相手。来た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 。ここでしょ。あ、やばすぎる。あ、だからこれよな。さっきもやったの。テスラのミスよね。ワンチャンさ、チャイ、クイッてやってさ。熱い、これか。これで釣れるんかい。ジュワーンで。強すぎでしょ。いや、ほんとに。どうなってんの、これ。いや、マジでおかしいって、このデッキ。このデッキ終わってるわ。マジで、絶対当たりたくねえんだけど。いや、強っ。テスラが、マジで、お化けだな。強さが。熱いね、これは。サドリルじゃなくてボイド多いし。相手がさ、ボイド打ってくるけど、回るんだよね。すぐに。ほんならポイズンも回っちゃうっていうね。マジで、すごいな、このデッキ。防衛し放題だな、これ。いや、俺ほんとなんで最初負けたんだろうっていうレベルなんだけど。ポイズンもう回ってるって。強っ。どうなってんの、これ、ほんとに。さあ、ジュワーいきますか、最後。
最後の10話でボイド来てもいいようにね。いやーマジで強えなー。まあこれ行く必要ないんですけど、まあ一応ね。え、これマジで強すぎん？は？ガチか。こんなもんなん？こんな守れんの？何これ、とんでもないデッキだなこれ。さあ GG ということで、いやなんか最初負けたのが謎すぎるんだけど、まあちょっとずつね慣れていっていい感じになりましたね。仕上がった気がする俺の中では。ということで15勝いったんでね、今日はこんな感じで終わろうと思います。動画時間も普通に長そうなんでね、まあ次はファルチバルーン、もしかしたらっていうか、まあ取るか続けて、やばいバグとファルチバルーンでやろうと思うんで、そっちもまあ期待せずに見てくれたら嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価とコメントお待ちしております。バイバイ。